多分私のことを見てたんだと思う。殺されに来るやん。あ、違う、殺しに来るやん。雨の中、傘もささずにじっと。へぇー、楽しみ。秋葉とか絶対美少女しかおらんやろ。女の子の写真が飾られている。おそらくこの店で働いているメイドの子たちだろう。何じっと見てんの。いや、みずきちゃんしか興味ないって。おじちゃん気持ち悪い。ごめんなさい。同感だ。でも女の子とお話しするにはお金払わないかんからさ、そういう認識だから、女性とお話するって。とりあえず、ママ来るかな？ママ！あらやだ、かわいい。伊達ちゃんじゃない。久しぶりな。いいな、楽しそうだな、こういうところも。ね、おかしいって、この人も大概。ね、大概この人も犯罪者だから、普通に。情けない顔してる。ね、こんなやつじゃないだろ、伊達ちゃんは。エロ。そう、水木さん救出したところで終わっていたから次のマップだよね。どこ行くんだっけ。あ、そうだ、現場に戻るんだ。殺人現場に戻って水木を連れてきたのには訳があった。俺もソムニウム内で怪しげな人影を目撃したが、正確な位置までは定かではなかった。はいはいはい。それを確認させるために水木さんをここへ呼んだと。お前はここに立ってた人影を見た。そうだ。うんうん。だから怖くなって柱の中に逃げ込んだのかな。そいつはここで何をしてた、うんうん、どうなんだろう、これ男か女かもわからんしな。暗くてよくわからなかったけど、多分私のことを見てたんだと思う。殺されに来るやん。あ、違う、殺しに来るやん。雨の中、傘もささずにじっと。え、なんで傘もささずに。その後のことはわからない。うん、柱の中に逃げ込んじゃったから。あ、そう、仕方ないよ。可能だったのか。踏み切りがある。あ、線路が道路と交差している。ふむ、そりゃ踏切だからな。ふむ、踏切。アイロン、一つ頼みがある。何？昨日の夕方以降、その道路を走った車がないか調べてくれ。うん。その道を走行した車は一台だけしかない。怪しい。そもそもね、人が来ない地域だから、これですかね。車種は大型の SUV、 色は黒。うん。ナンバーから所有者が判明した。どなた？なだみ少女の前の夫であり、みずきの父親。被害者の、あれだよね、旦那さんだよね。沖浦蓮樹だ。うん。ライン！みずき、お前にナイルしてきたのは沖浦だな。うん。なんで？俺には、性格は悪いが、正確な調査を得意とする相棒がいてな。まあ、ハッキングしたんだね。調べてみた。前半は余計だ。送信時刻は、昨夜の8時5分。8時5分。不明はほら。うん。水木、パパは大変なことに巻き込まれてしまった。どうだろう、これも、パパの、どうなんだろう、本当にパパが殺してるのか。でも殺してたとしても、水木さんに送るっていうのは変な話だよね。今すぐブルームパークのメリーゴーランドに来てくれ。うん。助けてほしい。お前の力が必要だ。って言われたから水木さんが来たんだ。でも水木さん本当のお父さん大好きだから。そうだよ、大好きだから。その LINE を誰からもらったのかは言わなかったの。なんていい子なんだ。その愛情を僕にも分けてほしいけど。確かにパパの携帯からナイルが。うん。でも言ったらパパが疑われちゃうんじゃないかと思って。そうだね。それで黙ってた。うん。パパが私を頼ってくることなんて今までなかったし。ああ、ちょっと嬉しかったのかな。沖浦と最後に会ったのいつ。確か1週間くらい前か。うん。沖浦と電話したのは覚えてないよ、だいぶ前のこと。うーん。伊達の方はどうなの。最近はないんじゃないですか、忙しいから。電話かけてみればいいじゃん。まあね、かけたよ。かけたんだ。さっきもかけたし、夕べから何も。うんうんうん。出ないんだ。さっき相棒から報告を受けたわ。うんうん。沖浦が怪しいよ。今んとこっすね。まだ分からん。うん。私もそうじゃないかなと思ってたのよね。あ、そうなんだ。なんで？だって行動が不自然でしょ。うん。水木に会いに来るでもなく、電話をかけても繋がらず、事情聴取を受けてからどこに行ったのかも分からない。怪しい。それは怪しい。何も言えない。うん。証拠のアリバイも。はいはいはい。ないのか。いやでも明らかに黒すぎない。僕のなんか逆説理論が出てくるかもしれん。こんなに黒いなら犯人なわけがないっていう、そういうとこあるんですよね、僕。ボスにお話すること、そうだな、沖浦の聴取の内容を聞こうか。
っても意味がないと思うわ。あ、特に、あ、あれか、その、アリバイとかもないし、語ることもないのか。報告は受けたけど、手がかりになりそうなことは何も。すごいな、おかげ。散歩け？散歩け？何散歩けって。スマホみたいなもん。もしかしたら散歩けにいるかも。散歩け？そうか。サンフィッシュポケット。へぇー。そう、スポットがあんのか。芸能プロとは別に、確かそんな名前のメイドカフェも経営してるって。え？本当？メイドカフェ人生で一回も行ったことなくて、初めてのメイドカフェやん。ご主人様になってくるわ。だって、場所を特定した。ここから北北東に10キロ。へぇー。楽しみ。秋葉とか絶対美少女しかおらんやろ。本当に。本場を経験してみたい。でも、娘を連れて行っていいのかな？娘の前でデレデレでき、あ、もう人がいない！もう悲しいよ。そんな。そんな？え？いや、見せられんやろ。パパ？え？ごめん、なんかふざけてて。怖ー。死後だいぶ経ってない？もう肌が真っ白。なんでこんな芸術的に殺すの？おきいらちゃん！ごめん、疑って！第一発見者の伊達くんなら分かってると思うけど、おきいらが自殺したって線はほぼゼロね。ないね、殺され方が。紐をくくりつけてみたいな感じだったもんね。一人じゃできないよ。おきうらは間違いなく何者かによって殺された。そうだね。左目が抜き取られていたことから、翔子の事件と同一犯の可能性が高いわ。なんでわざわざ左目を抜き取るの？なんか相棒とちなんだものがあるのかな？主人公も左目に相棒飼ってるやろ。連続殺人ってわけか。第二サイクロプス連続殺人事件。うん。本庁の方に捜査本部が設置されて、そう名付けられたんです。はいはいはい、今回の事件の名前か。第二って。あ、第一って言ってたのが、多分ね、この部長が言ってたじゃん、昔に似たような事件があったみたいな。似たような事件があったんですよ。それか。ピュータ。そう、ボスが言ってたんよ。隠していても仕方がないでしょ。簡単にバレることです。こんばんは、見させてもらった。ありがとう！見ていただき、本当にありがとう！嬉しいよ！よろしく！隠していても仕方ないでしょう。簡単に言われること。はいはい。テレビでもネットでも、今はその話題で持ちきりですし。うんうんうん。6年前の事件の犯人、サイクロプスが、もう一度現れたんじゃないかと。な、水木はどうなった？ 6 年前の事件に、まずは水木ちゃん！あの後と、ね、精神的にまた声とか出なくなったんじゃないの？心配。今病院で眠ってるわ。大丈夫かな。目を覚ましたら様子を見てカウンセリングを始めるそうよ。僕も行くよ。せっかく元気になったのに。ちょっとだけ。じゃあ6年前の事件について聞いてみましょうか。今捜査本部の方では6年前の事件のことを第一サイクロ事件って呼んでるわ。ふんふんふん。今回の第二の方と区別するためにね。似てるとこってなんだろう。左目が抜かれてるとか、そのあたりかな。事件が発覚したのは6年前の10月。10月。秋川渓谷の山中から4つの死体が発見された。あ、一気に見つかったんだ。腐敗の進行度から死亡した時期はそれぞれ別々であることが分かりました。うんうん。その年の5月から9月ぐらいにかけて4人は異なったタイミングで殺されたんです。やっぱ別のタイミングで。はいはいはい。ここまでは特にそうなんか似てる点はないよね。ただ死体には2つの共通点が。うんうん。1つは全員若い女性だったこと。若い女性？え、でも今回ねえ違うよね。男性殺されてるし。そしてもう一つは4人とも右の眼球をくり抜かれていたんです。右？亡くなった後でね。さっきの左って言ってたよね。今回左って前回右？なんか人間を作ろうとしてるとか。サイクロプスというな。そう、ここ気になる。なんで？死体が発見されてから数日後、マスコミ各社に犯行声明が送られてきたの。うんうん。中には自分がやった、彼女たちは仲間になったのだみたいな感じのことがだらだらと記されていて。何それ。声明の中で犯人は
自らのことをサイクロプスと名乗っていました。はあはあはあ。そのことから事件はサイクロプス連続殺人と呼ばれるように。なるほど。サイクロプスとはギリシャ神話に登場する一つ目の巨人族のことだ。ごめん、全然違った。機械関係じゃないわ。巨人族。へえ、そうなんだ。天空神であるウラノスと地母神であるガイアの間にできた子供たちで、ふんふんふん。卓越した火事の技術を持っていたとされている。火事の技術。じゃあその右目とか左目をなんかに加工してんのか。なんだろう。その声明は本当に犯人が。間違いないわ。犠牲者が殺された直後の写真が。一緒に同封されていたんです。えぐえ、変態じゃん。そのサイクロプスとやらは捕まったのか。捕まってなさそう。捕まってないと。いいえ、うん、あれからもう6年も経つのにね。だったら今回の事件もそいつがやったんじゃ。それはありえないのよ。ありえない。だがそれだけじゃ同一犯ではないと断言することはできないだろう。そう、僕も伊達ちゃんと同じ。他に根拠はあるのか。なんかあれかな、その第一の時にその犯行声明とかでそういう芸術を語ってるとか、こういう殺し方がいいんだよ、すごくみんなを天国に連れていくんだよ、そういうこと言ってたのかな。ごめんなさい、これ以上は言えないの。言えない。どうして。伊達ちゃんも仲間やろ、信じてよ。国家機密だからよ。犯人はどんな奴だと思う。異常者。沖浦の死体からは左の眼球が抜き取られていました。はいはいはい。殺人を楽しんでる。証拠の死体からも。うん。もしかして伊達さん、あなたが犯人だったり。いや、これ冗談でも言っちゃいかんよ。ビシッと言ったれ。あなたには左目がない。ああ。いや、そこは気になった。それであなたは他人の左目を奪おうと。え、でもなんかすごい失礼じゃね、それ。でね、冗談ですよ。笑えないんだけど、ガチクズだ、怖っ。顔が怖い。疲れてるんだ。え？妙なことを言うな。いや、でも僕も思ったよ、伊達ちゃんの左目と関係性なんかありそうな気はせんでもないんだけど。伊達さんが左目をなくしたのは6年前でしたね。6年前って言えば第一事件と同じか。ああ。え？だが当時のことは何も覚えてない。今のところ私たちから話せるのはこのくらいね。なるほどね。だったら現場でもうちょっと調べていきたいな。伊達さんはこれから捜査に。うん。ああ、もう一度沖浦の死体が発見された場所、サンフィッシュポケットに行ってみるつもりだ。だよね、僕もそこ行くと思う。ろくに寝てないんでしょ。捜査の前に仮眠でも取っていったら。寝てられますか、友人が殺されてるのに。行くぞ、相棒。相棒。了解だ。車の加速がいつもより若干鈍い。企業秘密多分。それはそうね。確かに。トランクに何か積んだか。トランク。いや。じゃあ後部座席には。後部座席。え、気づいてなかったの。みずきちゃん、かわいい、ついてきよる。みずき、ちょっと危ない、前見てよ前。とにかく元気そうで何よりだ、そこよ。別に元気ってわけじゃないけど。いやいやいや、悪口叩けたら元気よ。ちょ、それはアウトだって。コメントだ、それは。それ言っちゃダメ、ダメ。優しい心で見てあげて。いや、やっぱり病院に戻るか。送ってくぞ。バイバーイ。そういう意味じゃない。じゃあ一緒行こうね、みずきさん。なんで伊達はそんなに喧嘩腰なのかな。どっちかっていうのは瑞希さんがそうだからさ。喧嘩腰じゃない、心配してるだけだ。わあ、大人の対応かっこ。さてさ、お父様の殺人事件の現場か。まあ、ここ全然調べてないからな。どうだろう、状況は。俺は瑞希を連れてメイドカフェサンフィッシュポットの店内に入った。伊達さん、お疲れ様です。その子は。うちの娘や。捜査資料に目を通してないのか。そうね、第一発見者か。失礼しました。ここで発見された被害者は。うん。ビールダル。オキラの死体は3本のワイヤーによって吊るされていた。そのワイヤーの端にかけられていたのが、これら3つのビールダルだ。バルの容量は20リットル。ほうほうほう。3つともビールが充填された状態で、うん、重量は1つにつき。およそ25キロだ。うん。
名前は、ねなんでナンパみたいなことするの。いくら鑑識官の名前。まあ、聞いてあげようかな。名前は？え？あ。耳が遠いのか？名前を聞いてるんだ。鏡と言います。鏡？うん。もう一回名前やって出てきた。何これ？鏡です。かがみ。なんか、怪しいんだけど、なんなんだ、こう、かがみくん。だから、かがみだって言ってるでしょうか。ん？なにこの人、なんかゲスト出演みたいな感じじゃない？前にも教えましたよね。あ、そうだ！前の現場で会った人だ！ごめんごめん、そうだ、ごめん、失礼した。そうだ。女の子の写真が飾られている。おそらくこの店で働いているメイドの子たちだろう。何じっと見てんの？いや、みずきちゃんしか興味ないっておじちゃん。気持ち悪い。ごめんなさい。同感だ。他は？こっちの出入り口は一つだけ？まあ、でも窓とかあるしな。この店はビル2階にある。あったら窓から行くのは無理かな。窓の向こうには何もない。ふん。はい、昨日のエレベーターの運行記録を調べる。あ、そうね、誰が乗ったか分かれば。待ってくれ、確認してみる。見つかったぞ。記録は管理会社のコンピューターに自動送信されるようになっていた。それによると、昨日の午後6時半から死体が発見されるまでの間にエレベーターが2階に止まったのは一度だけしかない。あー、多分それ1階だけだったら起きうるじゃないの。午後8時55分、その時乗っていたものの総重量は140キロ。142人いない？オキュラと誰かかな。カメラで、あ、天才じゃん、眠に。これか。あ、監視カメラで、わかるじゃん、犯行。昨日の監視カメラの映像は。残念ながら、見ることはできない。何のための監視カメラ？カメラを管理している PC から、すべてのログが削除されていた。これは、隠蔽の匂いがしますね。X 線、投資 !GO! なんか人が入っ、うん、怪しい凶器のような。中に何か入ってるな。時計？これは。なんか高そうな時計だし、あれじゃないの。間違いない。うん。こいつは、沖浦がいつもはめてた腕時計だ。メニュー。優遇パスタ、1800円。1800円え、安そう。なんかこういうとこのお店ってもっと高いイメージある。1800円？いや、お前女の子とお話できるのに、そんな驚く。別に、普通じゃない？え、だよね。普通、なのか。そう。でも女の子とお話するにはお金払わないかんからさ。そういう認識だから。女性とお話するって。わー、グロい。ごめんね。みんな、一緒に、捜査のためだから。やっぱ一番気になるのは左目だよね。左目がくり抜かれている。眼球が抜き取られたのは被害者の生存中。証拠の時と一緒だ。そうだね。あと、靴に、顔？司法解剖の結果、沖浦の体内からは、ベンゾジャーゼピン系の薬の成分が検出された。というと？これは、鎮静剤等に用いられる薬物で、血中濃度が極めて高かったことから、沖浦は死亡する直前まで、意識が不明瞭な状態にあったのではないかと推測される。じゃあまだ死亡する直前まで意識が不明瞭。どういうこと？一気に首絞めされたらそれ増えんのかな？ん？不明瞭。だから麻酔とかをかけられた状態で死んだってことかな。首！これやな、死因は。首を絞められた後、洗浄痕だっけ？が残っている。考察か。そうだ。顔面には鬱血が。また、口腔粘膜等には、一血点が見られる。はい。どちらも考察された際に現れるものだ。え、でもなんか、抵抗痕みたいなのがないよね。なんか、首かじったりするらしいよ。抵抗するときの。なんでだろう。凶器は。ねじられた布製のものと考えられる。犯人はこれを、沖浦の頸部に巻きつけ、背後から左右に締め上げることで、沖浦を窒息させたのだろう。やっぱだから、沖浦は一旦その麻酔薬とかで眠らされた後に、こういう風に殺されてる感じがする。具体的に死因は、頸部の血管閉鎖による脳循環不全。簡単に言うと、犯人は沖浦を後ろから布製の何かで締め殺したってことだ。眼球えぐったり釣ったり、犯人やべえやつだな。人を殺す時点でやべえやつだよな。
落ちます。また時間あると聞きます。もうありがとね。ちょっと来てくれただけでも嬉しかったよ。またね、バイバーイ。死亡推定時刻は、うん、昨日土曜日の午後8時頃。8時頃。俺と水木が死体を発見した2時間ほど前か。もうちょっと早く来てたらって思わんでもないけど。体は？死体の発見時刻は夕べの10時20分。うんうん。第一発見者は言うまでもなく、伊達と水木だ。そうだね。沖浦の死体は天井から、釣り上げられた魚のような形で吊るされていた。うん。フックが上顎に突き刺さり、フックに繋がれたワイヤーが、天井の梁に渡されていた。なんでこんな手の込んだことするんやろ。なんか意味があんのかな。ワイヤーのもう一端にもフックがあり、フックがある。そちらはそれぞれ、三つのビール樽にかけられていた。はいはい。この重さで、このだ、あれでしょ？沖浦君の体を上げてるんでしょ？ちなみに今のところ、どこからも犯人のものとおぼしき指紋は検出されていない。くらいかな、今調べられることは。これで気になるところは全部調べ終えたか。そうだな。新たな場所で情報を収集すべきだ。新たな場所。水木、もう満足したか？何言ってるの？まだ捜査は終わってないでしょ。だが、何人か話を聞いてみたい人がいるの。あ、本当に？心当たりある。じゃあ一緒行こうか。じゃあまずあんまり情報なさそうな太田くんから。あら、いらっしゃい。あ、マミこのまゆみちゃんも結構怖いところあるからな。みずきちゃんよね、太田の友達の。あ、知ってるんだ。うん。結構来るの？そちら様は。え、あったじゃん、一昨日ぐらいに。ああ、そういえばまだ正式には名乗っていませんでしたね。うん、前回は警察の ID を見せただけだったからな。なるほどね。私は伊達と言います。伊達さんですか。なんか それでご用件は。反応するな。朝早くに出かけて行ったんですが、どこに行ったかまでは。あ、だったらアイドル事務所じゃないのかな。そうですか。伊達、別の場所に行ってみよう。そうね、あんまり。そうだな。長居しても仕方ないし。レミスケイト、どこにいるんだ？なーに？すごいイケメンじゃん。やばい、美少女だ。美少女が僕に惚れてくれてる。嬉しい。は？いやー、マジマンジだわ。ちょっと古いよ。あ、オータン？オータン。愛されてるな。今日は見かけてないかな。へぇー。オータンって、あいつ受付嬢との顔馴染みなの。だよね。なんだかんだコミュ力が高いのかな。オータンはああ見えて、コミュ力があるタイプのオタクだからね。あ、いいなー。ネットの友達とかも多いんやろな。羨ましい。一番厄介なやつじゃねえか。俺はポケットから名刺を取り出して受付嬢に手渡した。なんかこれ、違う意味で取られるんじゃないの？明日は？連絡先ゲットだぜ。移動しようか。水木、移動しよう。ここに長居していても時間がもったいない。ん？もしかしてこのお店のこと知ってるの？あ、お酒を飲むって言ってたから、ここでも飲んでるんじゃない？沖浦と初めて会ったのもこの店だ。へえ、いいね。懐かしの場所だ。伊達もこういうところで飲むんだ。だからモテるんだって、伊達ちゃんは。イケメンでしょ？この店は特別なんだよ。あ、そうなんだ。裏社会に関係してる人間も多く通ってて、うん、この店には自然とそういう情報が集まるんだ。怖い。その理由が。もっとなんか、女の子と飲みたくてとかの方が親しみやすいな。あれ、誰もいないけど。うん。相変わらずだな。昔からそういう店なんだ。そうなん？しばらくしたらすぐにママが戻ってくるはずだ。とりあえずママ来るかな。ママ！あらやだ、かわいい。伊達ちゃんじゃない、久しぶりね。いいな、楽しそうだな、こういうところも。ねえ、こういう方って謎にめちゃくちゃコミュ力高いよね。どんな人でも対応してくれそうだもん。僕もなんか一回だけスナックって行ったことあるんだけど、そう、僕めちゃくちゃ陰キャで話もしないのに、一言声聞いただけで、あら、声可愛いわね、絡んでくれるの。幸せな空間。元気にしてたか。そりゃもう見ての通りビンビンよ。ビン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 ピンピンだろ。そうだよね。そっちの子は沖浦の娘だ。うんうん。どうも。緊張してて可愛いな。ああ、例の。うんうん。
スナックのママなんてコミュ力クソ高そうやん。そうなんだよね。本当に、なんか、ちょろって話しただけでもめっちゃ話を広げてくれるから、居心地がいいんだよね。なんかゲームとかアニメのこういうキャラってさ、もう大体有能キャラだよね。本当に頼りになるわ。さて、まずは店の調子はどうだい？ま、悪くないわね。本当？まあ、ママんとこだから当たり前よ。ママみたいな美人のとこやったら当然よな。そいつはよく、できるだけ長く続けてくれよ。そうね。馴染みの店が潰れるっていうのは、なんとも言えない気持ちになる。レンちゃん、どうやら熊倉組とつながりがあったみたい。あ、それお母さんの裏のバックにいる人じゃないの？なんか組があるって言ったよね。そういうヤクザというか。そういうつながり？熊倉組って。この辺り一帯を仕切ってる暴力団よ。はいはいはい。やっぱつながってきそうだな。そっか。PL？ボーイズラバーってことね。うん、BL 好きじゃなくって主体的、能動的に BL を実行する方ね。うん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 。あはは。ママはこの店で情報屋みたいなことをやってるんだ。なるほど。え、かっこいい。サンポケのドラム缶に入ってた腕時計、俺はそれを取り出してママに見せた。そう、これよこれ。伊達は酔ってたから覚えてないのか。でもなんで伊達ちゃんが持ってるわけ？もしかして現場に？証拠品です。あ、正論だ。僕もなんかするって覚えてたけど、確かにダメだよ。そうだ、監視官とかに渡してないわ。その腕時計、レンちゃんが恋人からもらったものなのよ。そうなんだ。じゃあ自分から外したりとかしないよね。交際の記念にって。ママ恋人？ごめんね、みずきちゃんの前で。え、ちょ、え、ママじゃないの？ああ、来ます。ああ、大丈夫。でも、もちろん不倫とかじゃなくって、離婚した後のことよ。なるほどね。パパ、新しい恋人がいたんだ。ああ、辛すぎる。しかも小6でさ、そういうなんか恋愛のいざこざ、ああだこうだを知ってるってことでしょ。みずきちゃん、想像が、想像しちゃうよね、生々しいのを。ああ。家族のそういうのって僕本当に聞きたくないんだよね。姉とかいるけど、姉の恋愛事情とかも聞きたくないもん。きついだろうな、両親だったらさぞ。ちょっとトイレに行ってくる。二人で行ってくれる？トイレ？うん。ここは狭いだろ。店の外にトイレがあるんだ。行ってらっしゃい。一緒来る？みずきさん。パパ行かないで！止めてほしい。俺は軽く片手を挙げて店の外に出た。まあ、ママを信用してるってことか。ボスに連絡してくれ。うんうんうん。ああ、構わないが。どれだろう。どれのこと言うんだろう。時計のこと？どうしたの？小金横丁のマーブルって店に水木がいる。うんうん。誰かよこして水木を保護してやってくれ。なるほどね。あ、わからんかった。そういうことか。病院じゃなかったの？医者の目を盗んで抜け出してきたみたいなんだ。熊倉組事務所。もう生きて帰れないんだけど普通。怖くない？失礼。あれ、なんかすんなり入らせてもらえたな。あ？誰だてめえは。場所を間違えたんならとっとと消えんな。わかった、それじゃあな。おい、伊達。めんどくさいから嫌なんだよ、こういう連中相手にすんの。おい、何をボケットつったってやる。殺されてえのかてめえ。怖い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 。ね、おかしいってこの人も大概。ね、大概この人も犯罪者だから普通に。勝ち込みやんこれ。チャカチャカ出されるよ。申し遅れたがこういうもんだ、サツカ。最初から出しとけお前は。楽器の使いじゃないだろ、本当に。サツが一体何の用だ。その前に名前を教えてくれ。モーマだ。武武しい馬と書いてモーマ。めっちゃ渋い、いい声するな、モーマくん。よろしく。モーマか。いくつか聞きたいことがある。うんうん。第二サイクロ事件については知ってるな。そうね、取引相手だからね。ニュースで見たよ。お給料、間違えた。組長はどこなの？何を言ってる。組長なら
お前の目の前にいいんだろうが。失礼しやした。それはいかんわ。俺がこの組の組長、熊倉モーマだ。そうかそうか、もう直接話してるんだ。いや、そんなはず。熊倉組の組長はローハンって名前で。伊達、調べてみた。うんうん。先代の組長熊倉ローハンは去年死亡している。怪しい。このさ、熊倉ちゃんはいいやつだけど、今のこの組長くん、ビルの屋上から飛び降りて自殺したらしい。ねえ、それ絶対殺されてるやつじゃん。自殺？絶対しない。モーマが後目を継いだのはその年ではない。そうなの。それよりもさらに前、今から6年前のことだ。ちょうどその時期はあの事件があった日だよね。右目がくり抜かれた第一の事件が6年前。どうこの子。面識はない。ニュースで見たから顔と名前は知ってるけどな。ほー。翔子は投資詐欺を行っていた。そのバッグに暴力団がついてたって情報があるんだが。さあ、知らねえな。とぼけますね。なんだ。そこに応接用のソファーがあるだろう。さらにソファーの前、ローテーブルの上には灰皿が。灰皿か。うん。それがどうした。どうも妙なんだ。タバコ吸うやつがいないのに。状況から考えて不自然な形跡が。え、どういうこと。ソファーと灰皿に。なんか面白そう。え、吸い殻のうちの一本、先端が赤みを帯びている。いや、一度サーモモードを切ってくれないか。ああ、別に構わないか。ん？え、でもそんなに怪しいかこれ。なるほど、タバコの銘柄はクラインか。そういうことね。ここに誰かいたな。それで聞くんだ。この中とかにいるんじゃないの。ソファーの中とか。何を言ってる。お前が今日初めての来客だ。嘘だね。僕は今日見張ってたからとか、ちょっとハッタリをこかないと。招かれざる客だがな。嘘をつくな。ついさっきまであのソファーに誰かが座ってタバコを吸ってたはず。なぜわかる。わかるからわかるんだ。エスパーだからね。そういや、さっきまでうちの者がソファーに。そこにいる組員のことか。そうだ。それはありえない。なぜなら俺がこの事務所に入ってきたとき、どっから来たっけな、椅子から来たっけ、どうだったっけ。とっとと消えんな。どこいるあいつ。あ、こいつ椅子やろ。誰だてめえは。椅子に座っとるってことか。ソファーには座ってないから。あのソファーには座ってなかっただよね。タバコも吸ってない。うんうん、帰ったんだよ。何？確かにそのソファーには保険の外交員が座ってた。うんうん、だがあんたが来る直前に入れ違いになって。うんうんうん。いや、それもおかしい。すれ違わんかったもんね、僕は。俺はここに来るまでの間に誰ともすれ違わなかった。いや、伊達ちゃんとリンクしてるわ、僕の考え方が。事務所の入り口は一箇所のみ、裏口がないのは分かってる。うんうん、つまり怪しいよね、隠してるよね、クマチン。そいつはまだこの事務所のどこかにいるってことだ。X 線で、あ、そうか、入らずとも見れるんだ、相棒の力で。相棒！え？死んでね？あ、生きてる、びっくりした。首吊りかと思った！さすがに止められるやろ。暴力団やぞ、腐っても。普通に。ひっ！銃を向けたっていうことは、撃たれる覚悟も終わりですよね。あ、そうだった。何これ。だって、足元にエロ本が。あ、相棒が救ってくれたの。ふん。しゃがまれば。あ、やばい、僕、あ、僕が助けると。よかったよかった。反応した。情けない顔してる。ね、こんなやつじゃないだろ、伊達ちゃんは。エロ。本当に女性に飢えてるんだな。もしかしてお前、俺を殺そうとした？もう仕方ないよね、撃たれても。あら。ガトリングガン。どこから持ち出してんの、あんちゃん。おい、ちょっと待て。
組織ごと終わっちゃう。楽しそうだ。時間が止まって見えるみたいな。反射神経エボルバーに炸裂弾を装填。右側にある竜の金玉を狙え。金玉？金玉。竜って金玉ついてんの？だがどうして？いいから私の言った通りにするな。分かった。炸裂弾を選べっつったよね。これを選んで。あまたまーん。ちょ難しい。ここ。でいつ発射してくれるの？何ボタンこれ？あっち、なんか溜まったら、これか。たまたまー。完璧に、無力化しました。で、エロ本はどこまだ探してたの？アホ。そんなものが転がってるわけないだろ。お前はエロ本という単語を耳にすると。通常よりも反応速度が 3.6 倍速くなる。すげえ。その奇特な習性を利用したまで。もう大人なんだからそんなおもちゃで遊んじゃダメでしょ。その言い方好き。それでいいのよ。おい、そこに隠れてる腰抜け野郎、顔を見せろ。警察やぞ。逆らったら逮捕しますからね。誰だ？お前は。この門どころは、誰？この熊門事務所の方ではないのか？こいつは確か、国会議員の瀬島そうだ。あーら！来ていいんですか？こんなところでお会いするとは、瀬島さん。なんでそんなジジイがここに。怪しい取引ですね。うってつけの言葉はないけど、帰ろう帰ろう帰ろうよ、うちまで。